はい、こんにちは、中地です。デッドスペース続きやっていきたいと思います。ロックされているが開きます。前回の続き、パネルはかなり持って帰ったので、おっと、これ船がやばいやつか。どっちに行けばいいんだ。何か拾った。リップコア。外はやだよ、もう。なんか覗いてるよ。見た？今の。あえて横を取る。あ、出た。犬か。いたね、こんな。来い。直線なら怖くねえぞ。こいつらは HP は低い。ん？犬じゃないな。なんか足の退化したあれか。でもなんかひょこって覗いてくるタイプのやつですよね。あ、かわいい。かわいくはないよ。かわいくはない。めっちゃ吠えてる。鳴き声がね、一番気持ち悪い、こいつ。ちら？ほら。どんだけいるね。覗け。おいで。OK かい？よいしょ。生体ジェル45って結構大きいね。なんかあるよ。アーティファクト。アーティファクトも全然集めてないですよね。ロック。ロック。ここのは持っていない。テスラコア。ん？なんかあるよ。タングステン。大事。足りるんじゃないか、そろそろ。前回の動画見てくださった方は分かると思うんですけど、今ちょっと僕、作りたい武器があって。それをね、作るのを目指して今素材を集めてるんですけど、いやー、もうシナリオもかなり終盤、ついに黒幕との対決ってところなんでそうしようか。うわー、ボロボロやんけ。ちょっと音楽がバットマンアーカムシティに似てる。またこれか。は、後ろからはなしです。後ろからはなしです。ほら、これね、次までの発射がすごい遅いからやっぱ良くないかもしれない。いや、でも強いな。一発の攻撃が強いから。やはり使えるんではない。もう意味わかんないけど落ちた。うわー、ダウンダウン、危ない。あ、こいつ立つと結構背高いんだ。よいしょ。ほらほら。あの、今のカマのやついますよね。あいつって頭飛ぶと目が見えなくなるから、とりあえず腕振り回してみる感じが可愛いですよね。いや、可愛くはないけど可愛いですよね。なんかおかしいですよね。あ、こいつです。こいつ頭飛ぶと一生懸命振り回すから。よいしょ。しぶとい。すっごいしぶとい。こんなもんかい。君たちは本当にしつこいんだから。あの骨みたいなガリガリが出てこないだけいいですね。あいつが一番嫌いかもしれない。あ、録画のタイマーをまた回すのを忘れていた。アンロック、お待ちください。地質学に来ました。
ずっと回ってきてますね。ここで多分最後の1枚じゃないかな。ベンチリップコア、お、戻ってきた。これで作れるんじゃないかな。設計図、お、作れるようになってる。これでいいんだっけ。これだね多分。つけるやつ上に持ってかれるんだよね多分。これがね若干強そうなんですよ。でもなんかこれ作ろうって言ってたけどなんかこれじゃないか。いやこれだよな。作ります。かっこいい。はい。で、こっちにします。ようやくまたちょっと真新しい武器を動画の中でお見せできるかと思います。で作ったので、まずこの倉庫にある今持ってたハンドガンは解体してしまいましょう。そしてアップグレード回路を使って、これどういう武器なんだろうね。まず使ってみますか。リロードが必要なのか相談数が必要なのか、5、8となってます。まずは普通に、おお、あ、刺さる感じですね。でこれなんか燃焼効果もあるらしい。お、なんだこれ、ブレード近接です。これでリロードして、でおお面白い。そしたらリロード速度が必要な気がするな。あの近接は寄られた時に便利そうですよね。まず上はダメージを上げてみますか。威力、リロード、いっぱい持ってるんですよこの辺。リロード連射速度、でもリロードのこっちに優先的に使いたいよね。リロード、これ使います。アンロックします。こっちもアンロックします。で上、ダメージ相談数上げよう。相談数と威力、連射が落ちるのは嫌なんだよな。相談数上げます。ここもアンロックできるからする。で相談数をさらに上げましょう。リロードも早めちゃおうか。下は、連射速度で殴る攻撃上がるのかな。速度がちょっと速度を入れてみましょう。そしてここもアンロック。ダメージ、威力2、威力2、威力と相談数、殴る回数を増やしてみましょう。これで結構ガチガチに強化したんじゃないでしょうか。フルハウス、実績が解除されました。はい、リロードしてみます。相談数は7と6、攻撃してみましょう。おお、まあまあまあ、さっき連続で出してないから気づかないけど。でリロード、 OK、 なかなか早い。で、こっちは、まあこれ連射速度やっぱ入れたいですね。でもショットガン的な扱いなのかな。やっぱだとしたらそこまで連射しなくてもいいのかな。ちょっと使うのが楽しみです。こいつがねなんか割と強いみたいな記事を読んだんですよ確かね。でなんかこの武器とはまた違うんですけど、鍵だ、この武器とはまたちょっと違うんですけど、お、起動しますか。あー、作っていきたいけど足らないね、絶対足らない。なんか、このデッドスペース3で、武器、強い武器をね、作るみたいな、コンテストがあったらしくて、そのやつに選ばれた人もこのショットガンの炎症を強化したやつを使ってたっぽいので、これどうやっていくん、これどうやっていくん、そういうことか。よいしょ、 OK。
来るか来るか、これもうレーザー通るようにしとこう。おいるぞ、撃ってみましょう。あ、刺さってる壁に。あ、なんか頭がいるじゃん。あ、燃えてる燃えてる。おお、強いんじゃないこれ。来たか、ついに。チャプター10いくつだ、14かな、14にしてついに我々の時代が。どこ、これ、違うね。なんか今キュワーって。まあいい、行ってみましょう。危ねえ、これ謎解きが面白い、簡単だから助かる。これではめます、送ります。よし、ラスト、ロゼッタを再結合する。さあさっさと戻ろう。これ向こうにもしかしたらあったかもしれない。ここからどうやって帰るんだろう。やばい、あ、何してんのこれ。ほら、おお、熱くないん君。近接も使ってみたい。ほら、ドスドス、ほら、おお、これ楽しいぞ。あ、燃焼で継続も入るから、うん。なんか爆弾近づいて、ほら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 、シュイン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 、かっけー。やっぱこのゲームですね、僕正直全然武器の強化をしてこなかったというか、カスタマイズを全然してこなかったんですけど、でさっきもこれ設計図から作ったんですけど、一から組み合わせることができるんですよ。そこがね、すごい一番楽しいところなんじゃないかなって思います。このゲームの武器のカスタマイズ性はすごいです。しかも一個一個特性があって、個性があって面白いです。でこの広いところでまた戦いそうな気がして怖いけど走ります。どうやってコーデックスを作るか。Yeah. It looks like they use magnetomic forensic neurology, which produces a data stream stored in the codex. They lifted the codes of the machine right out of her brain. Well, that's familiar. At least I didn't poke her eye out. I'll be there soon.どっちだろう、あっちかな、こっちだ。いやー、どうなんでしょうか。あれがちゃんと機能してくっつけたらどうなるんですかね。その辺もよく分かってないですけど。俺のせいで究極の終末をすぐに迎えられていないと。挑戦。おお、ただいま。みんな久しぶり。サンプル配列で申し訳ない。足の骨、チャプター15、あ、チェンジオブフューチャーフォーチュンかな、フォーチュンだね。どうすればいいんだ。 Okay, so what part is the head? うん、ん、どれが頭、これじゃね、あ、それじゃないよ、これこれ。ちょっとやりづれえよ。なんか取った。ん、頭一番断面っぽくないのが
端を見つけりゃいいんじゃね。多分これが頭なんですよ。で、あ、最後ももう固定されてるね。そしたら多分、うん、これいけそうだね。足っぽいのは、うん、ぽい。で、これも関節っぽい。うん、多分合ってる。で、これかな？これ来て、で、これでしょ。これで、ほぼ完成じゃないか。こうじゃない。Assembly complete. Codex initialization standing by. Let's see what we got.ん？どこ行けいいの？どけよ。いけない。これか。起動します。おお、一致すんのそれで。This is it.What? What does that mean? It means they used an alien brain to unlock the secrets of the alien machine. It's clever. All right, let's see what happens when we activate it. This could get a little weird. 頼むよ。Crossed. 頼む。なんだこれ。なんか神経の中に。彼女たちですか、あれは。たくさんある。おお、吸われていく。なんか一つの大きな星ですか。うわ、すべてがあのロゼッタストーンですか、なんだっけ、あれに吸われていくんですかね。やばい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 、あんな脳に直接。俺たちは全く間違っていた。ここはマーカーの故郷じゃない。エイリアンは彼らは 俺たちと同じようにマーカーを見つけ、そしてマーカーを拡散した。彼らの体を空に吸い込んでいった。機械じゃなくて月こそがマーカー信号の発生。マジ？月？The aliens they built the machine to freeze the planet to keep the moon from becoming whole. エイリアンは止めようとしてやっていたのか。If the machine shuts down, everything thaws, and convergence has resumed not just here but.Everywhere the markers have spread. なんだそれは。あ、最初の時に持ってた。おっ！Thank you for the help. マジかよ。No! It will home in on Earth's markers and hunt us down. You don't understand what you're doing. I misunderstood initially, that's true, but it's all quite clear to me now.エイリアンすら止めようとしていたことをこいつはやろうとしているんですね。
The natives of this planet chose death over evolution. Now I'll make sure humanity doesn't make sense. 全人類は一つになる。We will all of us be made whole. Well, come on, kill them. あ、もう一つ。返せ返せ返せ、あちぇー。